原石和樹、引き出しは、東海ラジオで2020年9月28日から放送されているワイド番組。放送時間は月曜日から金曜日の15時17時。同局アナウンサー、原石和樹の冠無理番組である。2020年秋の番組改編で、それまで午後のワイド番組として放送されていた山浦久さ1時からと、 ドラゴンズステーションの放送枠を再編し、新しい夕方のアイド番組として再出発した。ニュースエンタメカルチャーなどの情報を様々な角度から伝える。大演、東海ラジオがつないた解説者が出演。出演曜日は不定。2021年5月現在、生放送のため休止、変更となる場合あり。などまた、2021年プロ野球シーズン中は、 緊急事態宣言発令に伴うナイターの試合開始時間繰り上げにより、後続番組の大沢広樹のドラゴンズステーションに内包するガッツナイター最前線が放送されないため、一部コーナーを差し替えて大沢広樹のドラゴンズステーションとして内包することがある。大半の番組が前身の山浦久志1時からからスライドで 本番組内に内包されている。ありがとうございます。